いっこさんおはようございます昨は動画の方あ、りがとうございますます、あ、届いてからね、すぐ拝見したんですけども、返信をするのは、まあ、この朝かなと思いますんで、改めて動画の方を送らせていただきます。まあ、宇宙村のね、いろんなアイテムがあると。宇宙村ってのは私知らなかったんで、早速ホームページで調べてみると、慶山八郎っていうんですかね。 この方宇宙村の村長様という方なんですけども桂山八郎様がまあ経営してる、まあ、開運グッズのお店なのかなと思います、まあ、ただのね開運グッズだとなかなか差別が図れないんで宇宙村という形で、ね、宇宙からのエネルギーを注いだんだよっていうテーマでお送りしてると思うんですよ。まあ、こういういいい発信は素晴らしいと思いますよね で、えー、いろいろサイトを見ているとツイッターもやってるみたいでね見た感じ結構ねお年を召されてる方だと思うんですけどもやっぱりこうやってホームページとかね、えーまあ、こ新しいアイデアとかツイッターとかをしっかり駆使してご自身のね表現をされてると大したもんだなと思いますよね。まあ、それでこの宇宙の存在というかね宇宙人の話題とか宇宙のおなんか大宇宙のエネルギーっていう形の発信なんですけどもこれね 人気なんです根強い人気なんですよ。う 昭和40年代とか30年代に生まれた方っていうのは特に高度経済成長を迎えでいろんなものがね科学的に証明される中で科学的に証明されない部分っていうのもかなりね残ってきたんですよねそれ今まであるわけなんですよその一つが宇宙であり霊魂であり、まあ、いわゆるオカルトとかね心霊写真っていうのも流行りましたよね心霊写真っていうのは今あの心霊動画っていうものに変わってきましたけどもなんとねフェイクの動画をどうやって作るかっていうところまで来てるわけなんですよ。 まあ要するに今写真とか動画っていうのは心霊としてのねなんかパワーを失ってしまってまあ不思議じゃないものになってきたわけなんですよただ不思議なものとして残ってるのが宇宙ですよねここにアメリカ空軍の実験が絡んできたりとか宇宙人が地球のねえ政府要人を操作しているとか。 ロックフェラーは宇宙人だったんじゃないかとかね、それから天皇の先祖は宇宙人だったんじゃないかとかね、将来宇宙人が地球に降りてくるんじゃないかとか、いろんなテーマがあると思います。まあ、こういったことでね、宇宙のテーマっていうのは、育、ま、子、あ、さんお嫌いじゃなかったらね、発信するととってもよろしいかと思います。肝心なのは、その宇宙人、まあ、もしくは宇宙人がね、えー、出てくる動画発信をしようとするときに、宇宙人のテーマってものを決めていくことなんですよ。まあ、例えばですね、まあ、私が関わってきたあの宇宙人の 関係の組織といえばその一つにねまあ、ライリアンムーブメントっていうのがあるわけなんですよそのライリアンムーブメントっていうのはフランス人のライルさんっていう方がねクレルモンフェランっていう山の奥にドライブに行った時に宇宙人に出会って ここれかから宇宙の秘密を聞かしててやるよってことで、話を聞かされたそうなんでですよでそれをライリーさんが、まず奥さんに話してね、近所の人に話してっていうことで、今世界中に広まっているね、まあ、そんなライリアン・ムーブメントという団体と。で、テーマとしては、宇宙人には愛があるって形なんですよ。で、宇宙人っていうのは結局、我々にとって、敵なのか味方なのか、いまだによく分かんないんですよ。ね、人間をさらっていったりとかね、キャトル・ミューティレーションとかしたりとかね、ヒューマン・ミューティレーションをしたりとか、地球人のなんか女性をさらっていってですね、まあ、妊娠 出したりとかっていう事件もあったみたいなんですけども、そういうのの中で宇宙人ってのは我々の敵なのか、それとも味方なのか、うん？そこに一つの答えを出したのが、このライルさんだったんですよね。まあ、宇宙の彼方からわざわざ来てね。悪いことするわけないと宇宙人ってのは人間同士の争いってのを克服したから、あの我々の惑星に来てるんだよ。っていう風なねまあ、そんな形のお話をされてましたよね。私も何度も何度もね。あのー、まあ、アジアセミナーって言って、えー、世界5つの大陸でセミナーやってるんですけども、そこにねまあ、10年ぐらい。 え定期的にかかかしてももらったんですけどもなかなか興味深いところでしたね、まあ、こういう話もね、あのー、私の方からもしていければと思うんですけども <laughs>、<laughs> まあ、あのー、お嫌いじゃなかったらまた続きをしていこうかと思います。まあ、今回の動画をまとめますとね、宇宙の発信、ゆキコさんあの、お好きだったらどん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 するといいと思います。宇宙人、ゆキこさんみたいなね、そんなテーマでいくんではないかなと思いますし、地球人の中にもね、まあ、宇宙人が、うん、その、地球人のふりをして暮らしてるそうなんですよ。まあ、そういうふうにね、 地球に来た宇宙人とはとかくコミュニケーションがあ取りにくかったりするそうなんですけどもそういうふうなね宇宙から来た地球人うん地球人になりすました宇宙人っていうのはある特定のセンスがある方だけはコミュニケーションが豊かに取れるそうなんですよね、まあ、それがいわゆるテレパシーなのかなと思ってしまいますけどもまあどうお考えになるかなってところでございますね。うんまあ、取りりももなないいい話になりましたたけども宇宙っってののはねね謎がいっぱいです、ね、私たちの 暮らしってのも宇宙の一部であると思ったら、私たちにもね、まだ謎がいっぱいあるなと思いまして、すごく興味を引くテーマなんではないでしょうか。ぜひやってみてください。それではまた楽しみにしております。失礼します。